こんにちは、週刊同会が男と書いているプロの田中です。アートフェアアジア福岡というのを今やってまして、今日今ちょうど展示準備をしています。で、明日から始まるはずなんですよね。で、我々が参加して、これはさっき紹介した書道ニューエイジの人からもなんかちょっと出てるらしいです。で、私も明日だからちょっと少し顔を出します。木曜日が、祝日なんで祝日までちょっと いる予定ですけど、あと週末金土日と多分続くんだと思いますが、駅の博多駅の中に入っている阪急さんが会場なんですね。デパートとアートフェアが、連携するという非常に珍しいパターンなんですよ。普通デパートの業態って合わないんで、でもやっぱデパートさんもやっぱ話題作りすごく大事な時代なんで、アートフェアっていうそういう形式をまあ採用して、デパートさんからしたら画廊の名前を出すってこと自体が普通のデパートさんの営業形式と違うんですけど、阪急さんっていうとかね、他のデパートと違う、あれ小林一夫さんって阪急だっけ、やっぱもともとの小林さんの発想というものがですね、なんかベースにあるんじゃないかなというふうに僕はちょっと推察するんですけどね。企画の人とそんな深く話してないで分かんないんですけど、そんなこともちょっと僕は、密かに思ってますけど、あ、聞いちゃった。アートフェアアジア福岡って、なんでアートフェアにアジアってついてるのかというと、福岡ってね、やっぱりね、アジアと近い。やっぱ韓国とか中国大陸が一番日本列島の中に近い位置にあって、で、作家さんもやっぱりこう、羽田に来るよりもちょっと来やすい。ところもありましてですね、福岡はアジアへの入り口っていうイメージがございます。で、そういう中での意識としての、個性の発揮としての、アートフェアアジア福岡という名前なんじゃないかなと思います。我々からは、いろんな作家を持ってきますけれども、チンペイという、台湾のこれは作家の作品も持ってきます。チンペイは猫を描く作家なんですけど、縁があって私ども専属の作家です。チンペイ含めた優れた作家を持ってきますので、ぜひですね、今週お時間許しましたらですね、福岡の、博多駅、ぜひ皆さんいらしていただければと思います。ありがとうございます。